皆さん、こんばんは。もうね、話せか助戦しまくりすぎて、全然今日ダメだね。脳がね、整理できてないね。本当にダメですね、今日は。えー、ということで、こちらですね、今、もう検証の話題のみこう、やらなきゃな、と思うんですけれども、いろいろだ、なんか思ってることを、まあ、口に出して言うだけでも、結構ストレス解消になるんで、まあ、ええんだけれども、うん 編集しないかやり直し。はい。で、これはイオンで見つけてきた検証なんですけれども、服部先生がすっげえ顔変わってびっくりした。はい。あの、東の服部西の辻っていうくらい辻調理師専門学校。で、こっちは服部栄養士専門学校。で、有名な服部先生ですけれども、 これ顔すごい変わっちゃったと思いますね。皆さんそうどう思います私かなり久しぶりにこの写真を見て結構びっくりしました。えって思いましたね。で、こちら選べる日本の食材とおおよ茶っていうことで、えー、これはね、多いよ茶まだまた来ましたよ。伊藤園商品に100円税込みを含む2500円以上お買い上げで A 賞。で、B 賞が200円以上含む1000円で、 C 賞は伊藤園200円以上を含む500円。まあ、これもう、ほんちょっとでもいいか買ってねっていうし、あれなんでしょうね。でも、まあ、謙虚ですね。伊藤園って300円を含む1000円以上とか、そういうハードルで。ま、あでもこういうのって、だいたい、共同企画で伊藤園がちょっとしかぐらいしか、まあ、その比率がま、伊藤園が200円で、で、あの、 スーパーの売り上げ2500円とかって言うから多分イ,イオンの比率の方が高い検証だと思うんですね。あの100%の伊藤園のあのなんていうのかなマークを送る方はマークやバーコードを送る方は100%伊藤園がやるっていう感じの主催なんでしょうけれどもこういうあの共同企画っぽいやつはあんまりこう伊藤園が えー、なんかお金を出してる系ではないので、これは伊藤園の検証とは言えないから、まああんまり当選率が高くはないんじゃないかと。純粋な伊藤園の、えー、検証は割と、えー、当選率が高いなというイメージがあります。はい。これは200円で、A 賞の方は2500円。2500円ってね、私からするとね、結構ハードル高いんですよ。ほんと高いんですよ。 あの、プリマハムの2500円とか、まあ、あれも、あれはもう特にハムばっかり買わなきゃいけなくて、あのプリマハムはほとんど、えー、こちらの方では売ってないので、種類がないので、結構きついんですよね。ほんとに。もう立派にうちね、あのウィンナー嫌いになっちゃいましたからね、チビノスケが。違うものを買って、あの、 なんとか頑張ってるんでございますが、えー、こちらですね、伊藤園200円。まあ、伊藤園200円なんていうのは結構楽勝でございますが、ついこの間までね、4月末までの、4月末までの検証伊藤園あったんで、結構もうゃいいわって感じなんじゃないでしょうかね。でまた始まってますのでね、これ、えー、これイオンリテール、イオンリテールストア、イオンスープ、 センター、イオン北海道、イオン九州、イオン東北、マックスバリュー南東北、マックスバリュー関東、マックスバリュー長野、マックスバリュー北陸、マックスバリュー東海、マックスバリュー西日本、イオンマーケット、ダイエー、紅葉あ、ダイエーも同じなんだ。へー。だこれね、相当な店舗数の中から、 80名とかなんで、かなりイオンは当たらないですよ。しかも、ウェブ応募なんで、あのポイント的にはね、当たんないですよ、イオンは。で私も、私イオン当たるなんかこう、イメージがあんまりないので、あんまりいかないんですけど、あのー、結構、ヤオコも当たんないんじゃないかと。だから私あんま行きたくないんですって言われると、そうだよねって、やっぱ見解が同じ感じ。 やっぱ、ヤオコなんかは、特になんかの、データ管理すごい、なんかなリアルタイムでやってるんですって。なんかその、自分が買った商品の、それが一覧がもうリアルタイムで出るんだって。だから、普段買い物してない人は、当選しにくいような、そういう管理もしてるって聞きましたわ。だから、あの、もしクリスマスケーキ当てたい人は、11月中にちゃんと、 買い物実績を立てとかないと当たんないみたいですよ。私今のところまだね、ヤオコ当たってないんだよ。本当に、それはね、月1回、月2回かな。今最近1回にやっちゃってるんですけど、本当になんか値引き品とか検証品、対象品。 のみしか買ってないから。だから私のポイントカードの履歴とかって、結構、あ、こいつダメやって、想定されてんのかなと思うと、なんかな。このなんか、データ管理自体も、なんか、ね、嫌だね、本当に。なんか、稲毛屋とかさ、ローゼンとかさ、その辺のスーパーとかっていうのは、ただポイントだけをこう付加、付与していく。 っていうだけな、みたいなんですけどね。あ、はあ、買ったものとかの履歴とかわーっと出てさ、あの、多分、ヤオコは多分戦略とかを、そう、消費者のニーズに合わせて、まあ、いい風に使ってないんですよ。個人情報を、なんか、こう、悪用するためじゃなくて、そう、お客様のこう趣味思考とかに合わせた、総菜とかえ、バリエーションの商品を、えこういう時に、 えこの日に足入れとこうとかっていうデータとして多分使ってると思うんでしょうけれども、うん、すごいなと思いました。検証もそこまで来たか、みたいな。で、だから、それデータのなんか緩いところの方がビギナーズラックとかあるんですよ。だから私、あの、今回、東武ストアで、ポッカ札幌の、ポッカ札幌製品セット。あれなんか東物ストア初めて行った。 で、で、言っても検証はがきがないからで、検証はがきあるはずですって言って、トラタヌ情報っていうさ、サイトを片手に、あるはずですよ、これって。だって、どなたかが投稿して、あるってこ、こう、あるんですんトーブスターって書いてあるじゃないですかって言って、その、店員の人がえ、バックヤードから、ありました、はがきって言って、まっさらさらのこう、こう、あの、100枚のさ、こういう、 ビローンってついてるやつを、そのビニール袋に入ってるんですよ。そのビニール袋からバーっとって、えっと、どうぞ、名前でも持っててくださいみたいなこと言われて、それで応募したんですもん。び、びっくりですよ。いやー、でも一言言うだけの、あれはあるのは、なんか、はがきがなかったら、はがきないですよ、とか、サービスカウンターかなんかに言って、もらうっていうのも必要かなって思いましたわ。うん、なんか、やっぱり検証っていうのは情報重要ですね。 あの、あとはですね、ま、大英でも同じのがあれば大英でもいいんじゃないかなと思うんですが、えー、これはイオンのコカ・コーラの、こう私イオンは結構ね、当たる成功体験が結構あるんでございますけれども、私の見解からするとですね、これ、えー、A 賞、B 賞、C 賞、D 賞、E 賞ってあって、ハガキを初見で見たところ、 えー、衣装は300円税込み以上のレシート。これハードル一番低いんですよ。300円なんで。だから、これは一番当たりづらいと思いますね。これね、当たるとしたら3000円税込み以上のレシート。これコカ・コーラの商品を3000円というか1ケースゴーン買える人ってそうそういないと思うんですよ。だって1ケースって言っても、あれ 1本あたり78円とか80円ぐらいだから1ケースだけだと,だと、えー、3000円いかないんですよ。うん、で、これね、結構なか細かーい字で書いてあるんでこの細かーいのをね、ちゃんとね、見とかなきゃダメなんだよ。でも体こやかちゃでね、 意外と体健やかじゃって単価が高いから、それで応募したらどうだろうかとかって思ってるんですけど、なんかね、コカ・コーラで応募すると当たるような私は、そんな感じですね。コカ・コーラ。うん、コカ・コーラ。ま、理想としては多分ね、コカ・コーラの人が、じゃあ、コカ・コーラ何売りたいかって言ったら真っ赤なコカ・コーラでしょうね。まね、もう私卒業しちゃったんで真っ赤なコカ・コーラは、ゼロとか、 あと、ちびのすけが総研ビザ好きなんで、総研ビザとかで、応募して、どう、どうしようね。商品が欲しいかどうかって言われると、ホットプレートも持ってるし、この純金カードっていうのが意味わかんなくて、まあ一応欲しいのはこれなんですね。ビザギフトカード。ほ、ま、ん、あ、ごいなんか、現金主義やな <laughs>、みたいな。やっぱ1万円っていうか言うと、そっとなって思うんですが、いかがでしょうかね。コカ・コーラ商品の、 あ,あのもう炭酸のコーラ好きにはたまらない検証ですよ。当たりますよ、これ。コーラ買う人は。で、これは、えー、一番絞りリニューアル記念。イオングループキリンビール。もうビール飲まないから、ね、結構きついんですよね。こう、ビール家であの飲む方。このホットブレート今超流行ってるんで、私的にはこれちょっと使ってみたいですね。欲しいんですよね。でもね、 ビール飲まないんですよね。うん、ビールね。あとはあとはえー、っとですね「一本の糸」「一本の糸キャンペーン」これもねそうめんはね買わないんですよまだいっぱい残ってるんだようちにはいこれバーコード。お中のやつにもさポイントけ 取れればいいんだけどさついてないんだよあれ3000円とか5000円ぐらいするさやつじゃんお中元とかお世話にはあのそうめんあんまりないけどお中元はあるあるあるだよね、うん、あとこれは明星の粉もう私この、ね、絵見るだけでももう結構無理限界だからもう倉寿司とか大嫌いだもん行きたくないんだよこれ うの夫が、コナンが好きなんだよって、管理聞こえたおっちゃんさ、夫っていうのも気持ち悪いしさ、コナン好きなんだよって、も何歳だよとか言って、もそれがね、もう脳からどうにも離れなくてさ、本当なんか災難っていうのはね、いつやってくるかわかんないからね、私今回さ、こんないい年越えてから、いじめ嫌がらせ誹謗中傷とかっていう災難に降りかかったんですけれども、 なんかね、でもね、もうほんとね、70近い ?66 歳から当時の方も同じような、なんかま違うんだけど、種類的には違うんだけど、やっぱいじめみたいなやつにあって、まあ誹謗中傷されたかななんか外野からなんかやられたけど、うーん、なんかでも嫌がらせを受けるという点では、まあ同じようなって思うけれども、やっぱ人生いつ何時、 いじめ嫌がらせ誹謗中傷に来る災難にね、遭遇するか分かんないなーって。でもそれね、やられた方っていうのはね、もう細部にわたってね、やっぱね、こう思い出すフラッシュバックポイントっていうのがあって、私、コナン、こ,これもうものすごく嫌い。うえーって感じ思い出す、思い出す、ファーって思い出す。でもそれはもあ、跳ねのけていかないと、あの、そんな変なのにね、 あの、負けてたら人生、こうね、どうにもならんですからね。はい、じゃあ、なんかこの SNS の、特に YouTube とかで、まあ、YouTube でも発言力が結構あるから、まあ嫌がらせとか誹謗中傷とかあれしても結局広告つければ、アンチでも自分のふ踏んで収益になれば、まあ、まあ、あれだけど、ブログなんか、ブログとかなんかは、もう、 あんなのお金なんか何にもなってないのにさなんかあんなんでも目立ってさ検証で目立つ当たってるこいつはとか妬まれたりひがまれたりとかしてさほいでなんか暮らしづらいなんか個人情報大体わかるじゃんその行くスーパーとかさあのこういうのかいいって方とかもさまあ大体住んでるの埼玉千葉とかあの界隈いなんじゃないかなとかさ なんかその、当たってる検証とかも、どこどこスーパーの限定なんちゃだとかってやったりとか、あとはがき紹介とかも自分の行くスーパーとかで、だいたい地区分かっちゃうよね。うん。だからあの、個人情報がバレたくないとか、あとは、こういうさ、YouTube とかブログとかに載せたら、メルカリとかヤフオクとかで景品とか売りづらくなるよね、みたいな。 そこでまた個人が分かったりとか。まあ、今は結構、その、なんていうのかな。簡単決済とかで、口座番号もか分からないし、相手にも分からないし、あと特命発送とかっていうのがあるから、まあ、あの、最大な被害っていうのは、まあ、私が受けた被害みたいなことはないとは思うんですけれども、でもやっぱり、何にもやらない方が、自分の保身にはなりますわ。うん。 なると思いますわだからあの本当になんかこんなのねやってもねそんなにものすごーいね莫大に儲かるわけではなく月に1万円ぐらいのためにあのすごいなんか失いたくないものか1万円のために弁護士代とか400万とかかかるぐらいだったらとかっていう感覚をね持ってる方がね正解かもしれないですよ。 私はもう、あの、じゃあなんでお前やってるので私はもう、もうこれ以上嫌がらせされることをネタがもうないからです、もう。何も、だからもうやられても別に、もう別にっていう感じですからね。もう一回り来たからもう、もう別にみたいな。でもやられてる時はやみますからね、本当に。実害も受けるしね。やっぱね、嫌がらせとか、ストーカーとか、あとは付きまといとか、盗撮とか、 あの、やられたことない人がやると、本当に病むから、病んだら、そこから人間ってね、復活できないから、できたとしても、かなり時間ね、病むのは、どれくらいかな、3ヶ月くらいで結構もう、ガーンって感じで病むんだけど、病んでからの復活,復活ってね、1年2年とかでね、復活しないんだよ、人間って。もう、あの、 結構ね、時間かかる人だとやっぱずーっと薬飲みつつ完治、うん、しないで寛解っていうんですけど、うん、病気と病気っていうかこうメンタルがこうやられたのを修復するのは難しいんですが切り傷とか擦り傷とかだってあと残るでしょう。 そんな感じで心にも後残るからね、いろいろ、あの、慎重に考えた方がいいですよ。検証とか特に、あの、怖いですから、怖いですよ。あの、こう、当選品を、はってやった、その、ばってやったところに、住所と名前が書いてあったっていうだけで、恐ろしい目に遭うから。それだけはね、本当に。それが、あの、なんだろう、みんながみんな、あの、いい人じゃないから、 本当に気持ち悪いね。それ嫌がらせをなんかこう、生きがいにしてるような、なんかそういうのっているからね。うん。そういうのが軍団になるともう、本当なんかタッチ悪すぎて、もうね、なかなか、あの、理解の苦しみますよ。そこだけはちょっと私は心配かな。うん。で、検証を進めていこう。 それだけが心配なんだよ。本当に。なんか、声が可愛いとさ、漏れなくなんかさ、弱、弱い人のように感じるじゃん。弱いというか、なんかこう、守ってあげなきゃみたいな感じになるじゃん。だから、あの、ババアとしてはですね、その、怖いよっていうのだけは、ちょっと、あんまりね、あの、こう、息急いでやると、ろくなことがないよっていうのだけは、ちょっと、え言っと、言っとこうかなと。俺は、お買い上げはイオングレープ確定って書いてある。 これも、これも買わなきゃなと思ってるんだけど、なかなか気が乗らないっていうのは気が乗らないんでしょうね、多分。検証でぐいぐいこう、行こうって思った時にすぐ行動さ、に出れる時と、あの、なんかこう腰が重いとか、行く気がちょっと起きないとか、明日にしようとか思ってる時っていうのは、あれなんでしょうね。で、これ、あの、さら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 画面で、こう、もっとなんか、こう、綺麗に編集しろとか、 思うかもしれないんですけど、そんな暇ないのよ、もう。5月31日。これ、これ、ちょっと、ハマってます。ハマってます。でももう、もう、もう一通りいいです。みたいな。これもまあ、休みだから紅茶飲める、的な、うん。でも紅茶、そう、紅茶って言えば、ミルク派か、 モハカーで別れるみたいなんですけど、そういうのもね、結婚する時にはね、あの、ちょっと考えた方がいいよ。あの、趣味がどうのとか、あの、なんか、あの、私はですね、スキーがものすごく好きなんですよ。そうすると、スキーが好きな女性とは結婚しない方がよろしいっていう結論に出るんですとか言ってましたけど、スキーなんかもう、そんなもんそんなもん、もう全然あれだよ。もう、 紅茶に、ね、紅茶がミルクティー派かレモンティー派,か派とか、そういうのの細かい点を考える方がまだいいよ。好きなんて別にあの子供生まれたらどの道 行く気になれないから、男も女も。だって、スキーが僕は、僕ちゃんはしたいから、冬になったらスキーに行っちゃうんですよ、とかって思う僕ちゃんでも、子供が万が一生まれたら、日に日に弱っていくから、男でも女でも両方とも、夜、ね、ど夜とか、ね、なんとか、男も女もね、同じぐらい、ね、こう、疲れるか,から間違いなく。だから、そんな、スキーが僕ちゃんとか言ってられないのもう女の、あの、交代交代に、スキーのやらない、 女の人と結婚したら、僕ちゃん冬スキーに行って、その分な、なんか、あの、彼女はスキーに興味がないから、うん、子育てをして、夏になったら彼女はサーフィンやっても、僕ちゃんサーフィンやらないから、夏子育てできるとか、そんなね、思い描いたような、人生にならんのよだけど、うん、もう、あの、紅茶でね、ミルク、ね、ミルクティーで飲むっていう人と、レモンティーの人とは、こうもうね、 話が合わないって言ったら合わないんだよもん、そこで。<laughs> とか、で、私別に紅茶とかの別に飲まなくてもいいんで、別にその辺ミルクティーの人でも別にどうでもいいんですけど、ただね、あのー、なんかこう細かいことも合わせた方がいいよ。まあ、でもコーヒー飲まない人とコーヒー飲む人、 でも別に別に別にどうでもいいけど、酒飲まない人と酒飲む人はやめた方がいいな。本当にムカつくからね。私酒飲まないんで、酒すんげえ飲むやつはもう大嫌い。大嫌いですね。酒飲まないと喋れないんだよ。どんだけって。どんだけってけ。じゃああなた仕事できるんですかって思ってたよね。これ。イオン。キリン。 東北の美味しいものを当てようキャンペーン。うーん酒は飲まない方がいいね。うんだって判断力がさつ、つかなくなるから、酒飲んでさ、あの、運転できないでしょ。だから、なんか、あの、あった時に、酒飲んでる人頼れないじゃん。だから子供がいる人がさ、酒飲んでたりとかしたら、子供が夜何かあった時に、 じゃあ、すごい、きちっとしたさ、あの、判断で、子供を守れるかって言ったら、守れないわけでしょで、それの子供の責任っていうのは、1年365日、特に、夜間か昼間は学校とか幼稚園とかにどっかに行ってれば、責任がちょっと回避できるかもしれないけど、夜の時間帯って親が責任があるわけだから、うん、のんきに酒なんか飲んでね、爆睡なんかできないよ。 あ、これも終わってるんだ。このバラ盛りバラ盛りバラ盛り何ですか？これです。これ？今ねこういう時代なんでこういうなんか、お肉をバラに見立てて、とかサーモンをバラに見立てて、母の日っていうのがあの流行ってるらしいでございます。わよ。はい。 そして焼きそばこうもうねケイマーの人ってね今ねむちゃくちゃ東洋水産のマルちゃん製麺食ってますわマルちゃん製麺マルちゃん製麺ってあのラーメンねあれが今皆さん熱いですねみんなよくよく聞くね今日のお昼何食べたマルちゃん製麺っていう人結構多いね私マルちゃん製麺食べないタイプなんですっげえ好き嫌い激しいねって言われるんですけどはい否定はいたしません私は えー、インスタントラーメンだったらチャルミラしか食べませんでもさっきのは何だったっけチャルミラじゃなかったよねなんかチャルミラって検証がさリカちゃん人形みたいな変なな気持ち悪いやつだったじゃんあれほんと不快だったからほんとなんかもうずっと食わなかったよ、うん、これはこれは何明星なんだけど一平ちゃんって何一平ちゃんって何だ一平ちゃんは焼きそばだこれは食べないな うん、食べたことないな。焼きそばとか食べたことないな。えっ、ー、と、これは、ワ音オンとかですね。ワンオンとか。<laughs> わかんないんだよ、私。電子マネー系。電子マネー系ね。電子マネー系とかも、むっちゃ詳しいさ。あの、女王いるんだけどさ。女王に言ったんだよ、あの、絶対 YouTube やったら、絶対いいですよって。 もうそのくらい知識があるんだったら、やるべきですよって言って言ったら、いや、私、声汚いからダメとかって言ってましたけど、声汚いからダメって言うと、私どうなっちゃうのドラえもんだよつっ,って。いや、絶対お前私と、敵多く作っちゃうからとか言って。敵多く作れば何もさ、ドラえもんだぜ、私なんか。松藤やドラえもんって言ったらめっちゃさ、もうなんかあの、 似てるって言われるんだけど、私はあんまり、松任谷由みの歌知らんのよ。知らんのよ。なんつったって、あの、そういうさ、影響力のある、なんか、歌とか聴いちゃうと、影響されちゃうからさ、独自の変なのができなくなっちゃうじゃん。なんか、私が作るくったらない歌がさ、 ユーミンみたいな歌だったらくったらなくなくなっちゃうからさ、それダメだなと思って聞いてないんですけど、でも、あまりにも、えー、なんか、あまりにもよく喋り方が似てるって言われるから、ちょっと、本当歌くらいの、ちょっと、覚えようかなと思って。でも、YouTube ってカラオケダメなんでしょ、カラオケ。カラオケとかやったら、あの、著作権の絡みでダメなんでしょ。でも、声似てるってことはさ、歌ってもさ、すげえ似てるのかもしんないじゃん、とか思って、ちょっと、 えー、考えたりとかしてるんですけど、ドラえもんって歌ったっていうのかなでも私はドラえもんってさ、あの、なんか、昔のドラえもんって言われるんだよね。昔も今も私はドラえもんあんまり知らないんだよ。うん。知らないんだよ。ということでですね、あの、一引きりも喋りましたんで。 え、この辺で終了させていただきたいと思います。えー、まだ、あの、今週っていうか、あのー、まあ、連休中は、企業が縛ってますから、閉まってますからっていうか、お休みでございますので、あのー、キャンペーン事務局もお休みでございますので、当選品は、なかなかないんではないんでしょうかね、っていう感じでございます。なので、 この検証のですね、開封の儀。一番盛り上がるんですけど、開封の儀。検証当選開封の儀が。一番盛り上がるんですけど、ちょっと開封の儀皆さんないんじゃないかなと、えー。はい。なので、まあ検証紹介も何もね、今緊急事態宣言なんで、はい、今日ここのスーパーに行ってまいりましたとかっていうのもね、どうかなーって思うので、まあ、 一個一個の検証を解説するとか、あの、解説ね、どうやったら当たるのかとか、この検証はどうやって攻略しせよとか、あの、いろいろね、やってくうちにね、掴んでいくも何も考えてない人は何も考えないんですけど、やっぱなんか考える人は、それがいいな考えるんですよ。こイオンはいっぱい店舗があるけど、クイーンズ伊勢丹は、 店舗少ないから当たるって聞いたけど、どうなのかなとか、いや、ここのスーパーのこの検証はどうなんだろうとか、で、私なんか特に、あの、もうドライブの域超えてますよ。あの、マミーマートとか、あの、お,おざむとか、おざむいざむおざむとか、なんかは、もう、ものすごい遠いわけでございますからね。でも、田舎の人のね、もう本当に田舎の人の、 30キロ、40キロとかって、全然それ近所だから。うん、あるよ、近所にとかって言って、あ、そうなんですね、って言って、あ、それ近いようん、ある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 あ、なんとかね、なんとかって店ね、ある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 って、あれ、どこだったっけなんかななんだったっけね平和道かなんか。平和道うん、近くにあるよ、平和道とかって言って、あの、住所入れて、見たら、35キロとかって、近、近所って言っちゃうね近くって言っちゃうね 全然近くないじゃん。だ、それ、石川県の人ね。石川県の人が、ん近いよ、平和度、あるよ、近所にって言って、35キロ。35ってなんかあったな、なんか数字。我がね、まあまりにも印象が深すぎて、35キロとかでぼやいてちゃダメだなって。ま、だいたいうちから、あの、遠い、一番くそ遠いところで、35キロ、35キロで、ね、 マミーマートが一番遠いかな。あとはもう、もう無理だよ。一応東部ストアとかも、近く選べばなんとかなるけれども、でもマミーマートって、かなくはないからね。東京でも、東京とかの方しかないからね。あれは遠いんだよ。むちゃくちゃ。あれは遠いんだよ。もう身がね、結んで、結、 っぱまあなんとか、まあ、結構今まででもね、アルプスでもブー言ってたからね、それアルプスよりも手前にヤオコーがあるから、ヤオコーで当たったらこれもうすっげえ嬉しいなと思ったんですけど、ヤオコそんな甘くないんだよ、うん。これからね、いろいろあの、データ化、データ化っていうのかな、なんかこう、ね、ヤオコシステムみたいに変わってきちゃったらさ、もうほんと、 困っちゃうんだけど、そうしたらもう近場攻めろよって感じ。でも近くはね、物価が高いんだよ、マジに。ほんと、スーパーってね、その、同じ店舗でも物価違いますからね。うち結構近所っていうか近いの、今日うちの近所って、私が言う近所って本当に2キロ以内近所だからね。2キロ以上、二キロ以上離れたらもう近所って言わないから。2キロぐらいで、あの、あるところ例えば、 どこだろうな例えばどこだろうなっていうのもあれなんだけど、東急とか、もう沿線なんでね、東急とかでも、はっきり言って、伊勢原東急、あの、神奈川の伊勢原のにある東急と、二子玉川の東急とかだと、金額違うからね、同じものでも、もうびっくりするよ。だってもう、ペットボトルのお茶とかの値段が全然違うんだもん、マジに。ほぼ定価みたいな感じで。 いや、も、ま、う、あ、びっくりだよ。あの、二子玉川の、あの、東急、物価が高すぎて、びっくりだよ。だから、二子玉川をの東急行った後に、なんか、あの、東急行くと、すごいなんかい、すべてが安いように感じる。ということでですね、あの、いろいろですね、この週末は、週末なりに行けないながらもですね、えー、何か、 何かしら発信していこうと思いますお。終わるぞ終わるぞからまた喋ったこいつみたいな。そんな状況でございますが、え、ということです。ご視聴ありがとうございました。あのコメントをいただければですね、なかなか当たらないあなたのですね、当選を、えー、何か助言できるかもしれませんので、あの、ぜひ何か残しといてください。YouTube の方のコメントは割とね、あの、こまめにチェックしてる方でございます。ということで、 えん。S <s <we ak>